皆さんこんにちは、幸せジャンプルの時間です。パーソナリティのオタクリスチャンメグとオラハンターのヨシニーです。そして愉快な仲間たちです。この番組ではゲストのお話やゴスペル音楽、その他いろいろなコーナーを通して、本当は身近である教会、世界のベストセラーである聖書を紹介したい、そんな思いでお届けしています。番組ではリスナーの皆様からのメッセージを募集しています。聖書や教会への疑問・質問、イベントの問い合わせなど、お気軽にメールをお送りください。また応援メッセージもお待ちしています。メールアドレスはしあわせ780@gmail.com、 siawase780@gmail.com。 アドレスはすべて小文字です。どしどしお送りください。この番組は隣人キリスト教会の提供でお送りいたします。それでは今日も心温まる幸せチャンプルをお楽しみください。あなたのそばに今行きます。すべてを捨てて今行きます。あなたのそばに今行きます。私のすべて捧げるために、十字架で許され、愛に満たされ、今ここにいる私はあなたのもの。すべての嘆きや苦しみはあなたと皆さんこんにちは。こんにちは。いよいよ最終回まで2回になりました。ラスト2回ですね。楽しみに。楽しみにして終わるの楽しみにしてYouTube に移動するのが楽しみですね。誤解を招いてしまったね。はい、どうですか吉田さん、今週1週間はどうでしたか。そうですね、今日ね、日曜日なんですけど、うん、今日礼拝のメッセージでメグーさんがなんと教会でメッセージをしましてね、はい、とても良かったですよありがとうございます、ね、なんかギリシャ語では何て言うとか言い出して、ちょっと新学生かなと思って。そうですよ、新学生もう3年生ちゃんとね、一応新学生として勉強してきた身ではあります大丈夫でした？緊張して眠れなかった。めっちゃ緊張した。しかもさうちの教会って今2部構成じゃないですか。そうですね、1部終わって30分休憩があって、また2部がやるんですけど、はい、もうなんか1回目のもう礼拝が終わって、あ、もう終わった、私はもう解放されたみたいな、もうすごい達成感にもう浸ってしまってそうだったんですね。この後にまたやんなきゃいけないんだみたいなのがなんかちょっと軽く絶望しました。絶望しました。いや、この後あと4回5回あるんでしょ。いや違うさ、だから他の教会では多分1回ずつでいいんだ。あ、まあね、そう、1日に2回メッセージするっていう、このし分かる、この進路うちの牧師すげえなって改めて思いましたね新学生だったから、実習の気持ちは分かるけど2回やる気持ちは分からないそう、ね、そうだよね、その時は2回なかったから。そうなんですよ、ほとんどの教会がそう。もうだからもうなんかもうすごいいいな、私もう1回が良かったっていう、まあ、まあね、牧師の凄さを思い知った1日でしたはいはい、また次の機会を楽しみにしてますので、ないです、よろしくお願いします
あ、別にあの、はい、幸せチャンプルで語ってもらっていいですか？いい、絶対いいな。いや、でも普通に明かしはしたからさ。明かしはしたから。いいんです。はい。はい、じゃあそろそろ行きますか。はい。お願いします。はい、じゃあ、1曲紹介したいと思います。池原浩一 with 沖縄プレイズチャーチで光を灯せ。池原浩一 with 沖縄プレイズチャーチで光を灯せでした。続いてのコーナーはルル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 
このコーナーでは毎回素敵なゲスト、あ、嘘でーす主婦であり母であり牧師である雅子が皆様の生活に役立つ聖書の言葉、御言葉を紹介するコーナーです。今日の御言葉はルカの福音書10章27節より、あなたの隣人を自分自身のように愛しなさい。はい、それでは雅子先生よろしくお願いします。よろしくお願いします。そんなつもらんでいいさ。さっき打ち合わせではボロは出さないって言ってたけど、ね、なんかコーナーを紹介する冒頭からつまずいてちょっと笑いを誘ってくれてありがとうございます。よろしくお願いします、ね、あなたの隣人を自分自身のように愛しなさい、はい、実はですね、大学の入試試験にこれが問題として出たんですよ。ちょうど社会と理科は選択問題だったので、私は文系だったので社会が2つと理科が1つって感じで、でその倫理社会を選択した中にこの御言葉が出て、で雅子先生の学生時代にってこと？違う、入試、大学入試で、まあ、そうそうですよね、大学入試で、学生時代っていうか、もう高校3年生の時にね、うんうん、でこの大学入試の時に問題として、あなたの隣人を自分自身のように愛しなさいってどういう意味かを書きなさいってあったわけ。うーん、私にとって楽勝みたいな、ね、クリスチャンにとってはね楽勝な問題ですけども、ラッキー問題ね。そうなんですよ、ま、隣人を自分自身のように愛する、でイエス様はこの言葉をの後で例え話をね語られてるんですね、まあ、ある人が私の隣人って誰ですかって言った時にイエス様は答えられた、ある人がエルサレムからエリコへ下っていったが強盗に襲われた、強盗たちはその人の着ているものを剥ぎ取り殴りつけ半殺しにしたまま立ち去った、たまたま祭司が一人その道を下ってきたが彼を見ると反対側を通り過ぎていった、同じようにレビ人もその場所に来て彼を見ると反対側を通り過ぎていった、ところが旅をしていた一人のサマリア人はその人のところに来ると見てかわいそうに思った、そして近寄って傷にオリーブ油とブドウ酒を注いで包帯をし自分の家畜に乗せて宿屋に連れて行って解放した、次の日彼はデナリ2枚を取り出し宿屋の主人に渡していった、解放してあげてください、もっと費用がかかったら私が帰りに払います、この3人の中で誰が強盗に襲われた人の隣人になったと思いますか、まあ、この質問した人は憐れみ深い行いをした人です。するとイエスは言われた、あなたも行って同じようにしなさいと、ね、答えられたっていうその場面があるんですけども、まあ、皆さんは聞き慣れない言葉、祭司またレビ人、まあ、この方たちはユダヤ、そのイスラエル当時のねイスラエルの社会では宗教家たち、聖書を本当によく学んでて人々を教え指導している人たちなんですね、うん、でこの隣人、良い隣人となったっていうサマリア人っていうのは、まあ、みんなから嫌われている人たちだったんですね、うん、だからそのユダヤ人はこのサマリア人ともこうお友達しない、交流しない、もう本当にこうあちけいみたいなね、でも一番親切だったのがこのサマリア人だったっていう、まあ、内容なんですけども、まあ行って同じようにしなさい、なかなか私たちはねこう他の聖書の箇所には人からしてもらいたいことは何でも同じように人にしなさいと、まあ、別の解釈であるんですけども、なんか自分にしてほしいことを他の人にも同じようにしなさいと言われてもなかなかできないなって思うんですね、うん、ましてこの強盗に襲われた人を見ると逃げたくなりますよね、うん、だって自分だって襲われる可能性、まだ強盗が潜んでるかもしれない、だからあ、強盗に襲われた、危ないってさっとね見て見ぬふりして逃げるのが普通だと思うんですが、でもわざわざ行って解放してね、しかも傷の手当てどころか宿屋に行ってそのかかったお金も全部払いますからってね、なんと親切な人なんだろうと思うんですけども、そのようなことをあなたも言ってやりなさいってなかなかねハードル高いですね、ハードルがなかなかできないんですけども、うん、まあでも、まあ、基本それ難しいなと思っても、まあ、心掛けとしてね、うん、やっていきましょうねっていう程度でもいいですから、私たちはやっぱり
まあ、人に対して嫌なこと、まあ、自分がされて嫌なことは相手にもしないとかね、そういうことをちょっとでもこう気をつけると、まあ、イエス様の隣人を自分自身のように愛しなさいっていうところに近づいていけるかなと思うんですね、うん、で実は面白いんですけども、その自分にしてもらいたいことを人にしなさいって言うんですけども、逆に要求だけして自分は何もしないっていうのもありますよね、うん、で実はこういう本があるんですね。悪魔の格言っていうねクリスチャン向けの本があるんですが、はいはい、この中にこういうコーナーがあるんですね。愛がないといえば甘えがフリーパス、つまり教会の中では愛がないって言ったクリスチャンって、あ、私には愛がないんだわって言われた人は、あ、自分の愛の足りなさをね謙虚に反省して、あ、本当に相手の要求に応えようってね一生懸命頑張る傾向にあるんですよ。うん、ちょうどこの隣人を愛しなさいって言ったイエス様の言葉に従おうと思って、愛がないと言われたら、あ、私は愛がないから、じゃあ愛のある人になろうと思って相手のために逆に尽くすんですが、これが相手の甘えだったりするわけですね。で、これを言えば甘えの要求がまかり通るような教会の交わりってありがたいな、だって甘えが愛にとって変わるんだからって。悪魔の格言ね。悪魔の格言悪魔の格言ですね。本当にだから要求ばっかりして自分は何もしなくて、甘えるためにあなたに愛がないって言って相手から愛を引き出す要求ばっかりする。でも甘えがフリーパスになるっていうのは本当の愛って言えるのかなみたいなね。だからまあ本当に愛という名の甘えっていうんですか、これはまあ第三者のことです、自分自身ではないんですけども、でもそういう意味では本当に私たちは気をつけていかないといけないなっていう部分でもあるんですよね。だから愛という名の甘えではなくて、心からね本当に相手のために何かしてあげる、本当に相手を立て上げるためにこう助けてあげるっていうのは必要かなって思うので、まあちょっとハードル高くてもまあねちょっとできる部分かなというところで、自分のねそれぞれの置かれた状態立場、そのできるところでまあちょっと頑張っていけたらいいなっていうところをちょっと思わされた次第なんですね、はい、はい、なんか思い当たる節があるんですか。いや、なんかその今のね悪魔の格言のやつで、はい、うん、なんかそういう人いるよね。まあ殺し文句ですよね、あなた愛がないわねしたら、あ、ごめんなさいって言ってからね、相手のためにクリスチャンってね優しいからね、そう変えてあげようって思っちゃうけど、そうそう、でも結局は相手の甘えで相手のためにならない、相手をダメにするっていうこともあるんですよね、うん、まあ、吉田先生とかがねよく話しますよね、その御言葉は自分に適応するんであって、うん、人に適応するもんじゃない、あ、ね、だから、ね、うんうん、隣人を愛しなさいって自分に言われてるんであってね、いや、あなたにとって私隣人でしょみたいな、いや人に適応するんじゃないよってことですよね。いや本当本当ねそれですよね。なんかたまにねなんかメッセージとか聞きながら自分でもなんか、あ、今日のメッセージあの人に聞いてみたいな思っちゃう時とかもねあったりするんだけど、自分にね、そうですね、と適応できるように、ね、はい、自分へのタレンチャレンジとしてね、本当にあもうやおいやチャレンジですね、チャレンジですね、今日刺さりましたわ、はい、でも本当に相手のために何ができるかなっていうね、うん、本当に相手のためにってやっぱりこう甘えを助長するわけじゃなくて、なんか立て上げる徳になるようなね、そういう、まあ、徳田の人徳の徳ですよね、うんうん、そういう感じで接していけたらいいかなって思ったりもしています。はい、自分にも今刺さって、はい、自分にも刺さってますよもちろん。
いいですね、はい、自分の体験をねメッセージをいつも犠牲を払って雅子先生でした。はい、今日もありがとうございました。それではゴスペルをね紹介してもらいたいと思います、はい、じゃあもう一曲紹介したいと思います。国分ゆりえで主よ終わりまで。国分ゆりえで主よ終わりまででした。続いてのコーナーはシャスちゃんいらっしゃい。このコーナーでは毎回素敵なゲスト幸せちゃんをお招きして、なぜそんなに幸せなのか、何があなたの人生を変えたのか、幸せの秘訣を聞き出そうというコーナーです。今日も素敵なゲストに来ていただきました。今日の幸せちゃんはこの方です。教会とお名前をお願いします。はい、こんにちは。こんにちは、ネイバーフットミニストリーから来ました平和樹と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。私は今日はこの日を楽しみにしております。私もです。
ね、こう前々からズームを通して一緒に学びはもう長い間やってるんですけど、はいはいはい、会うのが初めてなんですよ、ね、リアルでリアルで、はい、いや時代ですね、今日はよろしくお願いしま す。リアルで初めて見たってみんな挨拶してましたもんね。何を言ってるのか何のことみたいな、何のオフ会なのかオフ会ですよ本当にそうで今日はリアルな和樹さんをお招きしておりますバーチャルではないんですね、大丈夫バーチャルではなくて、ね、リアルです、はい、そうそうそう、ちゃんとリアルで来てるんですね。そうそうそう、リアルですね、はい、じゃあそのリアルな和樹さんのお話を聞きたいと思うんですけれども、まず簡単にプロフィールを紹介していただきたいんですけれども、はい、どういう家庭で育って何人家族でとか生い立ちをお願いいたします。はい、プロフィール、あ、4人兄弟の長男として生まれまして、はいはい、名前が平和樹ですあれは、うんうん、あ、そう、母がクリスチャンで、はい、で父はその時全然クリスチャンではなくて、うんうんうん、そうですね、あの母を迫害しているような父と、うん、イエス・キリストを本当に信じて従っている母のもとで育ちました。一緒にその、うん、あれですか、お母さんとは教会に行ったりとかをしてたんですか。お母さんに連れて行かれたりもしてたんですけど、うん、あ、毎週っていうわけじゃなくて、そうですね、4歳ぐらいからお母さんが教会に行くようになってたので、そうですね、最初からクリスチャンだったわけではなくって、あ、お母さん、うん、そうそうそう、自分が4歳か5歳ぐらいの時にイエス・キリストを信じてっていう感じで、うんうん、そうですね、で自分自身イエス・キリストを自分の救い主だって信じたのが10歳ぐらいの時です。へ、なんか教会学校みたいなところ行ってたんですか。その時毎週連れて行ってもらってはいたんですけど、うんうんうん、あんまりイエス・キリストが神っていう意識はなくて、うん、まあ、神様が何なのかちょっとよくわからない状態であったんですけど、うんうん、その10歳の時に両親のお金を結構たくさんちょっと盗んでしまったことがあって、やったやった大丈夫ですよ、ね、大丈夫大丈夫大丈夫で、それで半年ぐらいですかね、結構お金を盗んで、それで友達に配ったりして、自分で使うためじゃなかったの、自分で使うんじゃなくって、まあ、自分でも使ってたんですけど、うん、やっぱ友達にもやっぱりお裾分けというか、なんか一緒にちょっと楽しむような感じで、恐喝されてなんかお金持ってこいよとか言われてたわけではなく なくて、その友達同士で一緒に駄菓子屋さん行って、はいはいはい、ここからここまで全部ちょうだいみたいなことをしたり、なんという子供だ駄菓子屋さんがあったんですよ、はいはいはい、おじいちゃんがオーナーの、うん、でそこでいろいろ仲良くなったりして、うん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 、そんな感じだったんですけど、やっぱりこういうことって長くは続かないなって思うんですけど、うんうんうん、友達が自分もお金をお家に置いとくとやっぱバレてしまうので、うんうん、友達のお金預けてたんですよね、はい、でそこで友達がお母さんにバレてしまって、でこれ誰のなのみたいな、あ、和樹から預かってるってなって電話が来て、はい、でちょっとどういうことみたいな、でバレてしまってっていうかことがあって、ヒヤヒヤすね、もうそうそうねあ、これ怒られるなって思ったんですけど、うん、はい、逆に両親がどんどん悲しんでたんですよ。うん、こういうことをする子供に育ててしまったことを責めてて、うん、でそれを見て、あ、ちょっと大変なことを私してしまったんだなと思って、うん、とっても心が辛くなっちゃって、うんうん、もうなんか周りの見える景色が灰色みたいな感じで、うん、今まではお金で豪遊してたんですけど全くそれ楽しくなくなって、ああもう大変なことしちゃったって時に、その母親が行ってた教会に連れて行ってくれて、うん、そこの牧師先生が話を聞いてくれて、うんうん、で和樹くんが嘘ついてお金盗んでご両親に悲しい思いさせちゃったけど、で今あなた心が辛いんでしょうって
あ、とってももうなんか心にはでっかい南京錠がかかってるみたいな思いですみたいなこと、ほんとそんな感じだったんですよ、うんうん、伝えたら、そのあなたの罪を許すためにイエス・キリストってあなた毎週来てるでしょって、あなたの罪を許すために十字架にかかったんだよって言ってくれて、うん、その時初めて、あ、このためにイエス様って十字架にかかって死んでくれたんだって分かって、でもそれ信じるって受け入れるって言われて、あ、もう信じます、本当にありがとうございますって言った時になんか泣けて、うんうんうん、で、じゃあゆる、あの悔い改めの祈り一緒にしようねって、あの牧師先生が優しく導いてくれて、うんうんうん、で悔い改めの祈りをしたら、もうその鍵がちゃんと外れて、本当に、うん、もう景色が色が戻った感じで、わーみたいな、イエス様ありがとうございますっていう感じで、そこからです、うん、イエス様信じて、でそしたらあの両親も泣いて喜んでくれて、うん、で帰りなの、お母さんごめんねって言って、うんうん、お父さんもごめんねって言って、聖書が欲しいっていう話をして、で買ってくれて、そこからですね、あのイエス様が自分の救い主だって思ったのっていう、はい、それが10歳の時で、はい、すごい、ちょっと泣いてしまったまた情緒が不安定になもう、はい、感謝でした。でもそこからはもうずっと信仰生活はと言いたかったんですけど、やっぱりあのなんだ、思春期を迎えた中学3年生の頃に、はい、なんかなんだろう、世の中って何なんだろうみたいな、いろいろ思うことがあって思春期っぽい、そうそう、思春期はこうなんかもう盗んだバイクで走りたいしたい感情な感じだったんですけど、何しても楽しくなくて、うんうん、何しててもなんか満たされない日々が続いてて、で教会も行かなくなって、でちょっと今日イエス・キリストから離れちゃって、うん、っていう生活をしてました。それ、うん、20歳ぐらいまでかな、あ、中学生から20歳ぐらいまで、うん、結構こじらしたまんま、うんうん、もうこじらしたまんまですね、バイクで走り出したまんま走ってましたねとっても遠くの方まで行ってましたね、うん、ですです。それをどうやって戻ってきたんですか。戻ってきたのは、はい、きっかけが2つあって、うんうん、1つは、まあ、今の妻と出会って、うん、あの妻がイエス・キリストを信じて、うん、とってももう御言葉を求めるようになったんですけど、うんうんうん、でそれを見て、あ、もっと自分がしっかりしていかないといけないって思ったのが一つと、で 10代の頃にあのスケートボードだったり、うん、そういうあのサーフィンだったりのいろいろしてて、で何してても満たされないまま、なぜかサーフィンにあの熱中夢中になって、うん、ある日海に行った時に、あのとても、まあ、朝早朝5時半ぐらいだったんですけど、とて もう綺麗な天気で、あの海入ってると、あの向こうからも波が来るのがすぐ分かるんですよ、うん、波が来て、でいろんな自然の条件が重なった時にすんごい綺麗な波が、あの機械よりも正確に割れていくんですよね、うん、波って。いや、その時条件がピターって揃ってて、で風もそんなになくて、うん、もうガラスのような波が綺麗にこう割れていくのを見て、あ、これは何だろう、必ず作った人が、うん、作った方がいるんだって思って、神様以外こんなの作れないやって思った時に、うん、あ、神様のところに帰ろうって思って、うん、素敵そう、神様は素敵なんですけど、うん、その自然のなんか大きさと雄大さとか美しさに、この自然の摂理っていうんですかね、決められた条件を作って中で出来上がる、もうアート、アーティスト、うん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 、神様アーティストだなみたいな、もうクリエイティブだなみたいな、うんうん、そこで感動して、あ、もう神様のもんで帰ろうと思って、もうその次の週ぐらいから日曜日も行くようになって、はい、もう賛美すると賛美歌を歌う時 もう心から賛美歌を歌うみたいな感じになりました。いや、はい、素晴らしい。なんかもう今神様がすごい語りながらその自然の風景を、あ、ありがとうございます、なんかレイメージって、はい、はーってすごい感動しました今。神様すごいですね。すごいですね、はい、うん、もう自然なんだっけ、御言葉にもある、うんうん、
あったよね、なんか自然もう全然出てこないんだけどなんか自然を通して私を知りなさいみたいなでもなんかそんな感じありますよ ね、 ね、ありますよね、いっぱいの、そう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 、いっぱいの、うろ覚えで話し始めてヒントが少ないんだよでも分かってくれたでも本当自然見たら思いますよね、やっぱ綺麗で、これが偶然できるってそんなことありえるのかなって思いますよね、本当に。だからやっぱあの、まあ、建物とかでもそうですけど、人が作ったものもそれはそれで綺麗ですけど、やっぱ自然の綺麗さってやっぱそれとはまた比べ物にならない綺麗さがあって、さすが吉に、神様すごいな、さすが吉に、本当そう思います。そこに決して偶然はないんだっていうのをねそうかっこよく言おうと思って何も出てこない、はい、じゃあ一旦曲いきます、はい、お願いします、はい、じゃあ一曲挟んでからまた続きを聞いていきたいと思います、じゃあ3曲目、岩渕真子と岩渕由美子で全ての良きもので。全ての良きもの
岩渕真子と岩渕由美子で全ての良きものででした。幸せちゃんいらっしゃい。はい、今日は、ゲストに平和樹さんをお招きしております。前半ではね、なんかちょっとちっちゃい頃にねやらかして両親の金を盗んでそれをばらまいて遊具をいっぱい遊んでいたけども、その罪のために神様は死んでくださったって言ってこう自分のね神様としてイエス様を受け入れたっていう話とかね語ってくださったんですけれども、なんか幼少期の話をしている時にお父さんが最初はお母さんのことを結構迫害していたみたいなことを言ってたんですけど、はい、その辺のちょっとデリケートかなって思うんですけど、はい、話してももらっても大丈夫ですか？はい、ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、今現在は父も、はい、イエス・キリストをもう自分の救い主としっかりも信じて、あ、よかった、うん、はい、なっているので、はい、話できるんですけど、はいはい、そう、うんうん、よかったよかった、そうよね。当時は例えばお母さんがお家で聖書を読んでて、うん、お父さんが仕事から帰ってくると、もうこの聖書を読んでいるお母さんにきっと気分を害して、うん、不機嫌になってしまったり、うん、なんだろう、もうコップの水をかけたりとか、やだね、ね、本当に、うん、あとなんか本投げたりとか、うん、あったんですよ。で、教会から帰ってくるお母さんに対して、うん、やっぱ読んでた本を投げつけたりとかいうのあったんですよ。キリスト教に親でも殺されたんですか？でもないんですけど、なんだろう、今思うと、うん、やっぱり人間って誰しも神様を求め、何かを求めていると思うんですね、真理とか、うんうん、それを何か自分の知らないものを先に見つけて祈ってる、うん、本当の神に出会ったお母さんのことを少し、なんだろう、嫉妬やきもちではないんですけど、うん、ちょっと羨ましいでもないと思うんですけど、うん、何かその葛藤を感じてて、うん、それをうまく表現できない、うん、不器用な父でもあったので、その時は、うん、そういうのもあったりしてのそういう行動に出てたのかなとか、うん、今となって思うんですけど、うん、で父もやっぱりその母に対する感情をどう表現していいか分かんないし、母も母でなんでこんなことされないといけないんだろうっていうのもある中で、うん、でも母はずっと、まあ、お母さんずっと父が救われるようにイエス・キリストを信じることができるように祈り続けて、うん、何年だっけ、25年と祈り続けて、で教会の皆さんも祈ってくれて、うんうん、で自分たちも一緒に祈って、で25年経った時にイエス・キリストをイエス様信じて洗礼を受けて、なんかきっかけとかあったんですか？きっかけは、あ、孫の誕生も大きかったかもしれないですね。で自分の長女が生まれて、うんうん、長女が2歳の時に、うん、長女もやっぱり2歳であるんですけど、お食事の前とかにお祈りしたりするじゃないですか、うん、とか、じいちゃんとか、うん、イエス様信じてねみたいな話も少しずつしたりして、一緒になんか聖書読もうとか、なんか、うんうんうん、子供聖書のなんかその小さい絵本読んでとか、あ、そういうのもあって、一緒でその父も読んでくれたりとかしてるうちに、ほんの笑わない父親だったんですけど、うん、笑うようになったりして、教会にも行くようになったりとか、うんうん、でなんか今日結婚するときに牧師先生が、なんだろう、聖書結婚セミナーを開いてくれて、うんうんうん、でその時にいろいろで結婚セミナーを私たち2人のためだけじゃなくて来たい人、うん、みんな来ていいですよみたいに言ってくれて、うんうん、で両親も来ることになって、うん、そうそう、で牧師先生の計らいで、それを通してまた結婚の大切さだったり神様の愛を知るきっかけにもなって、それがまた父親にも良かったと思うんですよ。それで本当の愛とは、神様の愛とは、イエス様の愛とはで、妻を愛するとはっていうのを学んでいきながら、うんうんうん、笑顔笑うようになったりとか、うん、そうそう、今もめっちゃイエス様大好きです。よかった、すごい、もう
神様すごいですね。今この父親の聖書たまに見せてもらうんですけど、もう綺麗に線が綺麗に引かれたり、すごい。とてもあの細かいあの性格でもあるので、で、うん、勉強熱心でもあるので、結構本当に学んでて。じゃあもう始めたらもうそこにどっぷりみたいな、はい。イエスキリスト以外神ではないんだなみたいな。もうイエス様と共に歩んでるっていう感じですね。いやーよかったー。すごい。なんかその結婚の学びにまず来たっていうのがすごいですね。そうですね、来てくれたのも嬉しかったですし、で招いてくれた牧師先生もとっても感謝ですし、でその時いろんなあのちょっと結婚生活に悩みがあるカップルだったり、今から結婚するっていう人たちも来てて、とってもあの自分たちの結婚の機会を通してまたいろんなご夫婦だったりカップルと一緒に学ぶことにもできて、教会としても本当にありがたかったですね。ねえ、はい。あ、すごい。なんかよく本当に良かった、お父さん。感謝します。感謝します。はい。いや、その今はもう家族に救われて、そうですね。一緒に教会にも行って、です。はい。で、そのネバーと。ネイバーウッドミニストリー。こっちに確かめない。本人に確かめない。ここ見たかった。はい、そうないと思って。はい。です。はい。では今はなんかどういう働きとかされてるんですか。はい。ちょうど去年の7月に、あのもう10年間お世話になった教会を、あの祝福の祈りを持って送り出してくださって、あのちょうど1年と少しなんですけど、家の教会という形で、あの今は家族で礼拝を捧げているんですけど、家の教会っていうのはもう自分のお家を教会として。そうですね、あの普段あのケアマネージャーとして働いてて、でそのケアマネージャーの事務所は自営業でやってて、その事務所で、はい、と自分たち家族、まあ自分と妻と娘と息子と、あと今両親が来てて、一緒に賛美したり御言葉学んだりをしてて、はい、そうでやってる中の1年経って、その中で、はい、いろんなことが起こりはするんですけど、まあでももうなんか、はい、もう神様すごいなって思う1年だったなみたいな。ちょっとなんかそのうちの1個なんかないんですか。いっぱいありすぎ、一つは、何だろう、何から話したらいいんだろう。神様はどんな苦しい辛い状況でも必ず助けてくれるっていうのを痛感した1年だったなっていうのがあって、何だろう、壁があった、壁がいろんな壁が本当にあったんですけど、毎回いろんな人を通して助けてくれたり、なんかその辺クエスチョンしたいな、なんだろう不思議なんですけど、やっぱりクリスチャンといっても毎日ルンルンランランじゃないじゃないですか。じゃないですね、そりゃね、はい、そのいろんな悩みだったり、もう辛いことが、仕事だったり、夫婦生活だったり、子供のことだったり、いろんな悩みがある中で、急に例えば外国から電話が来て、あなたたちのこといつも祈ってて、今日こんな聖書の言葉があなたたちのために与えられたから、伝えるねっていう励ましの電話があって、その聖書箇所がドンピシャな励ましの言葉だったりとかして、もう、わあ、もう神様本当に私たちと共にいてくださる、見捨てないとかを痛感したりして、鳥肌、本当にすごい鳥肌全発進みたいなことだったりとか、でそういうこと、聖書の言葉を通して励ましてくれたりとか、あと逆に何だろう、もういろんなことがあるんですけど、今日ちょっと例えば食べる料理どうしようかって話し迷ってる時に、例えばいっぱい料理作りすぎちゃったからって言ってなんかこのミートソースパスタがいきなり届けてくれたりとかみたいなとかね、すごい
日々の糧を、日々の糧も与えてくれて、もう霊の糧も与え、肉体の糧も与え、はいはい、養ってくださる神様だっていう、もうすごいなんですよねってね、うん、なんかそれをさ一緒に体験しているそのちびちゃんたち、はいはい、羨ましいですね。なんか あそうそう、 であと一個ちょっとこれ思い出したのが、なんかある日鳩がベランダに巣を作ったんですよ、うん、で今まで今アパートに住んでるところに15年ぐらい住んでるんですけど、鳩が何度か巣を作るんですけど、うんうんうん、卵産んだことなかったんですよ、うん、でもなんか、ね、教会開拓を始めてていろんな葛藤悩みがあったり中で鳩が卵産んだんですよ今回、はい、でわすごい鳩卵産んでると思って、うんうん、でも帰る無事帰るかなって心配になって、うんうん、で毎日子供たちと一緒に観察、この遠くから観察しながらやってたら、うんうん、2羽帰って、うん、すごい、もう成長して飛び立っていって、うんうんうん、でほら聖書で鳩があるじゃないですか、はい、これは私の愛する子、うんうんうん、私はこれを喜ぶっていうところで、セリが鳩のようにっていうところで、うんうんうん、そう、あとノアの箱舟でも鳩がオリーブの、ね、うん、芽を摘んできたとか、鳩ってそういうなんか新しい素晴らしいこと象徴するあれでもあるのかなとか思ったりして、うんうんうん、こういう形を通して神様励ましてくれてるんだっていうのもとかもあって、うん、もうこんなこともあって、ドンピシャでその教会を開拓しようっていう時に鳩が帰ってくれた。なかなかクルクルクルクって鳩鳴くじゃないですか、うん、あれが今までは何と思わなかったクルククルクが、うん、今では愛おしいというか本当にで、たまに今でもなんか辛い時とか、うん、悩んでる時とかの朝に限って、うん、クルククルクって、うん、ね、来て鳴くんですよ。すごい、泣いてくれて、うん、ああ励ましてくれている。いや、もう完全にメッセージですね、うん、すごい。いつももうこれはあなた方私の愛する子だよみたいな、うんうんうん、ああイエス様、天皇さん感謝しますっていう感じ。すごい、うんうんうん、ちょっとまた泣きそう。もう自分も本当に感謝します。いつもだから共にいてくれるんだなって励まされてます。いやー、ハレルヤー。本当だ、喋りすぎてしまった。本当だ、ね。後半になると出てきますよね。はい。じゃあ最後に、はい、いつもの質問をさせていただきたいんですけれども、和樹さん、はい、あなたは今幸せですか？はい、幸せです。はい、勝ったさせていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、それではお別れの時間になりました。ラジオをお聞きの皆様、今日の幸せチャンプルーはどうでしたか？一つでもあなたの心に触れる言葉があれば幸いです。聖書の中で神様はこう言っています。私の目にはあなたは豪華で尊い、私はあなたを愛している、あなたは神様に愛されています。あなたも神様の愛を知って幸せチャーンになりませんか？明日は日曜日です。神様のことをもっと知りたい、聖書の教えを学んでみたい、悩みを聞いてほしい、祈ってほしい、そんな方はいませんか？教会はあなたを歓迎します。どの教会に行ったらいいかわからないという方はご連絡ください。お近くの教会をご案内します。もちろん私たち隣人キリスト教会もあなたを歓迎しますよ。隣人キリスト教会の住所は富城市マダン橋 467-1、 電話番号は 098-996-4533 です。また聖書が欲しいという方には無料で郵送いたします。幸せ780@gmail.com までご連絡ください。この番組は隣人キリスト教会の提供でお送りしました。最後までお付き合いいただきありがとうございます。それではまた来週お会いしましょう。 God bless you! God bless you!
でも笑